い、人がいるぜ。し、声が大きいよ、ジュニア。気づかれたらおしまいだよ。終わり。あれは、父さん。大佐。進捗の方はどうなっている？ハインライン卿が気にしておられる。おお、ハインライン卿が。ここはセルギウス卿の管轄だと思っていたが。セルギウス卿はプロトオメガにしか興味がない。あの俗物には過ぎたおもちゃだ。なるほど。連邦の人間はいくらでもごまかすことはできるが、オルムスの権力者はいろいろ面倒でいかんな。連邦の第三次降下作戦は間もなく開始される。それに合わせてシステムを起動させねばならない。すでに計画は最終段階です。システムの方はセラーズ博士が担当しています。僕はアニマの器の調整を。ロストエルサレムの消失、その時神の遺物は広大な宇宙に一散してしまった。我々の目的はそれらを集め本来の姿へと戻すこと。彼の地へと帰るため、そのためのゾハルとアニマの器だ。これがゾハルか。そう、ゾハルとアニマの器とはもともと一つだった。いや、一つになるはずであったというべきか。連結実験に遅れが出ているようだが、水垣の相手は少々荷が重すぎたようだな、宇月監察官。水垣博士は関係ない。使用できるトランスジェニックタイプがフェブロニア一帯ではあまり無理はできん。所詮消耗品でしょう。また製造すればいいだけのこと。なぜレアリエンにこだわる？実験ならばあの患者どもを使えば済むことだろう。恐怖ですよ。恐怖？レアリエンは人とは違い、恐怖を感じることはない。だから使えるのです。レアリエンでも恐怖を感じると聞いたことがあるが。死の恐怖は万物に共通です。だがレアリエン同士は無意識で固く結ばれている。互いを拒絶し合うことは決してない。たとえ肉体が消滅したとしても無意識下では常につながっている。そこが人と違う点です。ゾハルを制御するためにはデメゲトンを使い、アニマの器から UMN を介して人の意思を伝えなければならない。だがそれはウドゥとの直接の接触をも意味する。ウドゥは人が根源的に持つ恐怖を顕在化する。人は他者を拒絶する。自己の存在を拒絶された人は孤独に支配される。孤独、それは消滅より怖いことではないだろうか。人とは脆い存在なのだよ。デメゲトンのオリジナルソースが手に入ればまた違うのだろうが、断片的なデータを元にしたエミュレートだけでは限界があるよ。そのためにトランスジェニックタイプのレアリエンを一体無駄にしてしまった。レメゲト、人のウドゥに対する恐怖を抑えるための防壁。レアリエンの意識にどうしても負担がかかってしまう。とにかく問題はこちらで解決する。心配はいらん。ある企業も協力を申し出ている。非公式だがね。ベクターか、大丈夫なのか。結果が全てだ。いつの世も企業とはそういうものだろう。しかしベクターの関与があると知れば、あのセルビウス卿が黙っていなかろう。知らなければ済むことだ。
いずれ主も変わる。不穏当な指令、壁に耳ありと言うぞ。私もみんなを裏切っていたなんて。